Thank you.
ル社に来ていたのか。どうしたんだい、体の具合でも悪いのか。お父様が、お父様が、ううん、何でもないわ。どうかしたの？大丈夫だよ。どうする？そうそう、そういえばトムに会ったわ。相変わらず元気そうだったのよ。トムは？そうか、トムも無事だったか。よかった。ところでアキラ、それってもしかしてあの地図？ああ、ここにあった装置に入れたら不思議な光を発して繋がったんだ。奇跡のことを指しているようね。だがどういう意味だ。聖地は奇跡を守るためにあるという話だ。そうね、奇跡は全ての聖地に対して影響力があるということじゃないかしら。例えば奇跡が聖地のエネルギー源になっているとか。聖地にいる怪物が活発化しているのも奇跡が関係しているのだろうか。私たちに奇跡を奪われまいとして聖地の活動が活発になっている。怪物が復活してきている理由もその辺にあるんじゃないかしら。どうやら全ての謎は奇跡につながるようだ。やはり奇跡を探すことだな。そうね。じゃあ私はもう少し付近を調べてみる。父さんが生きているという希望を捨てずにいる。だから君も絶対に希望を捨てるな。アキラ、分かったわ。心配してくれてありがとう。じゃあ行くわね。
キャサリン、何をしているんだ。アキラ、ちょうどいいところに来たわ。これを見てちょうだい。このパネルが光ってるのよ。どうやら施設が動き始めているようね。本当だ。インドでも同じものを見たが、その時はこうは光っていなかった。すべて動き出したら大変なことになる。すぐに止めなければ。私もそう思って活動を止めようとしたんだけど、このパネル役立たずだわ。全然止まらないの。パネル操作だけじゃどうしようもないわ。これを止めるにはエネルギー源、奇跡をどうにかしないと。すべての奇跡を敵の手から奪わないといけないのか。気をつけて。
フルブライト、どうしたんですか、その格好は。一体どうしたんですか。俺です、アキラです。わかりませんか。やめるんだフルブライト。クソ、戦うしかないのか。逃げたのか。いや、助かったと言うべきか。しかし、奴は誰なんだ。フルブライトではないのか。だが、そうとしてもあまりに似ている。一体どういうことなんだ。アキラ、ここにいたのか。大変なことになっちまった。どうしたんだ、そんなに慌てて。これが慌てずにいられるか。キャサリンがさらわれちまった。なんだって、キャサリンが。なんてことだ。さっきのフルブライトそっくりの敵といい、俺の頭は混乱しそうだ。フルブライトそっくりなんてこったい。参ったね、こりゃ。え、どういうことだ。キャサリンをさらっていったのはそいつだ。ちょっと遠目からだったんだが、間違いない、あれはフルブライトだった。なんだって、そんな。アキラよ、どうする。どうすると言っても、まだ行っていないのはアメリカ聖地くらいだ。そうだな、行くしかないだろう。秘跡を集めればなんとかなるかもしれない。そうだな、アメリカに行く、それしかなさそうだ。よし、決まりだ、行こうぜ、我が故郷アメリカへ。